葛西亮君、明君、すいません、間違えました。日本共産党の葛西明です。去る5月23日に行われた岸田バイデン日米首脳会談の共同声明は、原子力協力を拡大するとしてセットで公表されたファクトシート、日米競争力強靭性コアパートナーシップでは、日米両国は原子炉の運転期間の長期化および燃料供給の安定性確保に関する協力を含めるべく、季節炉の十分な活用に関する協力の機会を追求するというふうに明記をいたしております。そこでまず経済産業省、資源委員長に伺います。ここで言っている原子炉の運転期間の長期化、英文ではリアクターライフというのがありますから、原子炉の寿命ということになりますけれども、この原子炉の運転期間の長期化というのは何を意味しているんでしょうか。資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。今委員もご指摘いただきました5月23日に日米首脳会談が行われまして、その際に発出されました共同声明と合わせまして、ファクトシートが公表されてございます。これが日米競争力強靭性パートナーシップとされるものでございますが、この中で日米両国間の原子炉の運転期間の長期化に関する協力が記載されているところでございます。ここでいう運転期間の長期化でございますが、国によって事情は違いますけれども、日本におきましては現行の原子炉等規制法で認められております当初の運転期間である40年を超えて、1回限り最大20年の運転期間延長、この長期に運転する運用というところのことを意図したものでございます。葛西君。じゃあ最長で60年を超えるという意味もあるということですか。松山部長。お答え申し上げます。この首脳会談での共同声明およびファクトシートというものは、日米協力として何をやっていくかということについてでございます。具体的な取り組みとして念頭に置いておりますものは、アメリカにおける既存原子炉の運転期間に関する取り組みですとか、日本での高経年化対策、こういうことを進めておるものですが、そういう取り組みですとか、要は長期に安全に運転していくということに関する相互の技術的知見など、こういったものを共有して、お互いの原子力の技術というのを高めていくということに対する協力でございます。葛西君。じゃあ、最長で60年を超えるというようなことで、長期化というところを考えているんじゃないということですか。そこでさっきの答えじゃない。松山部長。端的にお答え申し上げます。日本の場合、我が国の原子炉等規制法では原子力発電所を運転することができる期間を40年とし、1回に限り原子力規制委員会の認可を受けて最大20年の延長を可能としているところでございます。したがって米国のような60年を超えた運転は現行のルール上これできないものと承知しております。この現行の枠の中でお互いに技術協力としてどういうことができるか、こういうことを前提にまず両国間の技術協力を進めていくということが現在の立場でございます。葛西君。ということであれば、最大60年ということであれば、これまで言ってきたところと同じなんで、なので、なぜですね、共同文書であえてそうやって長期化っていうのを言うのかと、今、松山さんから、部長からですね、お話ありました、長期運転の実績ある米国の情報、技術的知見を共有するんだという話がありましたけれども、じゃあ伺いますけれども、協力して情報知見を共有して得られるという、米国における原発の長期運転の動きというのは、どのようになってますか。松山部長。お答え申し上げます。今、委員のご質問が、この長期運転がどういう形で、どれくらいの期間でやっているかというご質問だと前提でちょっとお答え申し上げますと、アメリカでは原子力発電所の運転期間は40年とまずされておりまして、その後、20年ごとに米国原子力規制委員会による延長認可を取得する制度になっていると承知してございます。2022年6月現在、アメリカで運転している原子力発電所は全部で92基あるわけでございますが、そのうち1回目の運転延長認可を取得したものが84基、
そして2回目の運転延長認可を取得したものが6機あるというふうに承知してございます。葛西君。さらに80年までに延長認可の取得をしているというのは何機ありますか。松山部長。答弁が重なってしまいますけれども、アメリカの制度は40年で20年ごとの延長ということになってまいります。2回目ということは20年が2つ続くわけでございますので、この期間を通算すれば60にプラス20ということでございますので、この2回目の運転延長認可というものを支度したものは6機あるというふうに承知してございます。葛西君。この米国ではですね、100年までの延長に向けて技術課題を議論していると。いうことがありまして、これ経済産業省が第6次エネルギー基本計画に向けた原子力小委員会に提出した資料ここにありますけれども、これ見ますと、長期運転については諸外国において、例えば米国では運転中原子炉の半数が40年を超える運転を行う中、さらに80年運転の認可が行われるなど長期運転への動きが出ているということで、諸外国における長期運転の動きということで、アメリカのことが紹介されて、今、答弁された、若干数字変わってますけれども、数字アメリカの状況が言われ、そして、2021年1月には100年までの延長に向けて、技術課題を議論する会合を開催していると、まさにそういう米国と協力して、運転期間の長期化の情報をですね、あるいは知見を共有するというのは、日本でも米国のように運転期間を延長して80年、100年の運転を目指そうということになってくるではないかということだと思うんですよ。そこで、更田委員長に伺いますけれども、これまで原発の運転期間をめぐって、私の間との間でもさまざまな議論をさせていただいて重ねてまいりました。委員長はいわゆる原子力発電所の運転期間については、40年で、1回に限り最大20年延長と、これが国会が原子炉等規制法改正で決めたルールだということを繰り返し強調されてこられました。でこれがまさにですね、東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえたルールだと思うんです。もちろん審査にあたって原発の技術課題を見るにしても、あくまでそれは運転期間ルールの枠内でのことだということだと思うんですけれども、委員長どのようにお考えでしょうか。更田委員長。はい、これまでもお答えをしておりますけど、端的に申し上げればあくまでルールの中のもの、その通りだと思います。私たちはこの期間の問題というのは、先生のご質問にもありましたように、国会で幅広い観点からお定めになったものでありますので、私たちの役割というのはあくまでそのルールの中で科学的技術的な観点から延長の可否を判断していくものであるというふうに考えております。葛西君。運転期間は40年が原則と、で最大20年延長認可は例外だと、これが炉規法改正時の揺るぎない趣旨であります。それをですね、今委員長もおっしゃいましたが、国会の議論もなくですね、政府が勝手に歪めて日米間で長期化ありきで協力を約束するなんていうことがあってはならないと、私これは強く思うわけであります。そこで改めて更田委員長に確認ですが、この間の当委員会でも求めてまいりましたけれども、規制委員会は設置法の第一条の中立公正な立場で独立して職権を行使するという目的点に沿って、推進側の論理に影響されることなく、国民の安全の確保を第一とする運営を貫いて、適応性審査に当たっていただきたいと思うんですけれども、その点での根本姿勢といいますか、基本姿勢について、改めて、ご答弁をお願いしたいと思います。桁委員長。本日先のご答弁で申し上げた、その非常に規制の難しいところというのは、規制の質を上げるのには大変な努力と時間が必要でありますけれども、その質は一瞬で低下すると思っています。で、この一瞬で低下するというのは、何よりもその推進の論理であるとか、需給の論理に影響されて、安全の判断をしてしまうようなことがあれば、もうこれは一瞬で規制に対する信頼は再び地に落ちるのだと思っています。そういった意味で、最も大事なことの一つでありますけれども、その中心にあるのは、
推進と規制の分離、これは行政の中できちんと守られるべきだというふうに考えております。笠井君。今福田委員長非常に大事なことをおっしゃったと思うんですね。やっぱり推進と規制の分離ということでありますが、やはり推進側の論理に影響されることなく国民の安全の確保を第一とするという運営をですね、ぜひとも貫いていただきたいと、適用性の審査にあたってですね、貫いていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。まだ委員長とは質疑の機会があると思うので、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。原子力問題に関する件、特に原子力規制行政のあり方について調査のため、来る8日水曜日午前9時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る8日水曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。なお理事会を再開いたしますので、理事会メンバーの